おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3562です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがこちら、少年武者烈丸。こちらをね、前回やったということで、今回ですね、こちらに関するキャラクターですね、そちらをね、やっていきたいと思います。で、そのキャラクターというのが一応こちらのキャラクターですね、烈丸の父親ですね、そちらをやっていきたいと思いますよと。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、 SD ガンダムフォース武者烈伝ブカブカ編、こちらの中からですね、烈火武者ガンダムやっていきたいと思います。 BB 戦士のナンバーとしましては267番となっておりますよと。で、組み立て済みになっておりますので、箱とかね、一切ありませんので、他の部分は説明書で見ていきたいと思います。で、まずはですね、パーツの方全部用意していった後に説明書を見て各部分のチェックというふうにいきたいと思いますので、パーツの方でざっと用意していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できましたと。では早速ですね、説明書を見ていきたいと思いますよと。で、説明書がじゃんとこういうふうにありまして、 SD ガンダムフォース武者烈伝ブカブカ編、烈火武者ガンダムとなっております。光の視認集リーダー烈火武者ガンダム剣山となっております。で、まあ今後ですね、光の視認集とかね、こちらの烈丸のようなね、感じのやつがいっぱい出てくるという感じになっておりますよと。で、とりあえずこちらね、光の視認集のリーダーの烈火武者ガンダムですよと。で、武器に関しましては烈火刀、それと新種子島っていうね、それと閃光の薙刀鎧ですよと。で、軽装形態がこちら、組み付けるとこの形になりますよと。で、まあこちらの状態とこちらの状態見ていただくと分かると思いますけど、まあどうしてもね、色が足りないわけですね。なので、そこのところは自分でね、なんとか塗るしかないかなと。発売に関しましては前回の烈丸と同じく2004年製なので、かなり古い商品になっております。裏面がこうなっておりましてね、こちらブカブカというのは何かというのね、一応こんな感じになってたりとか、それを取り付けた状態がこちらとかね、ここにもね、もう乗ってきておりますけど、烈丸に対して今回の鎧をね、組み付けることができるというギミックがあります。で、邪悪武者軍団っていうのはこんなんですよってね、こういう説明がありました。で、さらに中に行きまして、まあ漫画がね、こういう風にありますよと。で、まあ烈丸がね、こちら強盗を持ってますよね。これをこっちに移植すると、まあ一応完成するみたいなね、そんな感じかなと。で、中に行きまして、こちらですね、ランナーリストはこんな感じ、 A と A の2と B パーツと、これだけなんでね、まあランナーの枚数はかなり少ないかなと。で、とりあえず頭部作りますよと。で、胸部、腰、腕、足作って、軽装形態、それから背中のパーツ作って、兜を作って、肩アーマー作って、武器を作って、組み合わせていきましょうと。最終的な装備がこんな感じと。で、組み合わせることによってグレンの鎧ですね、こちらのね、台座形態にすることができます。装着方法はまあここで載ってると。まあこちらのパーツを解体してこうするって感じかな。で、こちらの鎧を烈丸の方に移植することができるとかね、一応こんな感じになっておりましたよと。はい、中身はこんな感じなので、早速ですね、こちらの軽装形態の方のカード範囲、これを見ていった後に、まずは鎧の装備、それから解体して台座形態、それからこちらね、烈丸の組み付けという風にやっていきたいと思います。とりあえずは本体ですね、軽装形態のこちらからいきましょう。正面がこちらですね。で、横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。まあ商品的に古いんでね、以前紹介しました78代目武者ガンダムとかね、あれとはまたちょっと違う感じで、あちらはですね、軽装形態なかったんでね、こちらは軽装形態があるんで、まあ一段階ね、楽しみがね、多いという感じかな。で、さらに烈丸とのね、組み合わせができるんでね、その辺もね、楽しめる内容の一つかなと思います。とりあえず稼働に関しましては、頭部は左右に動かすことができて、上とか下はちょっと厳しいかなと。烈丸の時はね、頭部がね、ボールのポリキャップでしたけど、こちら内部にね、こちらのパーツが入ってるだけなので、上下というね、稼働はちょっと厳しい感じになっておりますよと。腕自体は根元の部分ですね、こちらのところも軸になっておりますので、以上上下ですね、ポリキャップのはまってるところでの上下と回転ができますよ。二の腕というか、ここの部分でのスイングとひねりができますんでね、まあポーズがつけやすいから、一応開くとこんな感じ。腰の振りがね、若干効きますよと。まあどうしても干渉する部分があるんでね、そこの影響でね、当たっちゃってるんで、これが限界値かなと。足に関しましては、腰側のポリキャップ、足首側のポリキャップ、こちらで動いてくれるんでね、設置性は非常に高いという感じになっております。まあ蹴りのポーズとかもね、取りやすいね、そんな感じになっておりましたよと。とりあえず軽装形態はこんな感じになっておりますので、早速ね、鎧の方つけていこうかなと。鎧に関しましては、こちらがね、足ですね、足のパーツに入れますよと。ただ単にこちらね、軸をそこにあるね、穴のところでズボッと差し込むだけですよと。で、
胸部パーツとしてこちらのパーツがここに入ります。このパーツは背中にズボッと入れる。でその時ですね、説明書の方では真ん中のパーツ、こちらですね、この背中につけて両サイドからね、これをはめ込むという形になっておりますけど、これ自体は上にね持ち上げてしまって干渉さえ回避してしまえばね、ここもズボッと刺して、あとは下げればね、こんな感じでつけることができますんでね、わざわざ解体する必要性はないと。であとは頭にね兜をつけてあげれば、これで劣化武者ガンダム武者形態とかね、こちらの状態できましたよと。まずこの状態での全体を見ていこうかなと。正面がこちら、横ですよ、後ろ、反対側、そして上という感じになっております。まあ角のね根元とかね、いろんなところもまだ色足りないんでね、そこのところを補うようにね塗装した方がいいと思います。ではとりあえず武器の保持の前にマウントしてみようかなと。こちらのなぎなたですね、なぎなたは背中のところの中心部分にズボッと刺すだけ、あとはこちらね武器は手に持つだけですよと。刀に関しましては腰ですね、ここのところにサクッと差し込んであげると、これでフル装備状態で。ちなみにこちらの手前にありますね、このね下がってる部分、ここの部分というのが接続点で動かすことができますので、刀がねこういう風に刺さってでもね根元で逃げてくれるので、しっかりとね構えることができるという形になっておりますよと。で武器の保持に関しましては普通にねこちらですね、鞘から抜きます、劣化刀ですね、これをここにスポッと刺すだけですよと。で一応こちらに関しましてはね、根元先ほどねちらっと動かした部分ですね、そこのところでの稼働ができるようになっておりますので、ひねることができると。ちょっと刺さりが甘いね、もうちょっと奥まで入れた方がいいですけど、ここで調整できると。で肩アーマー自体っていうかね、こちらの部分も後ろの部分でねボールで止まっておりますんで、多少ね動かすことができますよと。ここのですね兜についているこちらの部分と肩パーツがね大きく当たるわけではないので、78代目武者ガンダムの時に比べるとまだ動かしやすいような気がします。ただまあ後ろ方向が結構ね長い感じになってるんで、ポーズを取らせる時はねそのままスッと動かすっていうよりも一回兜を取って動かすようにした方がいいかもしれないですね。そうすればねこういう風にね干渉する部分がなんとなく見えてくるかなと思いますね。一応横向けるとこんな感じで、あとはね他の武器に関しましても同じ感じでね、これ抜いてね元の状態に戻しましたら、あとはこちらね背中から取ってここに差し込んであげればなぎなたの装備ができますよと。まあなぎなたに関しましてはまあ持ち手部分ではね、それが若干長めではねありますけど、可動域が狭いでね両手持ちはできませんので、まあ片手でこんな感じで持つだけかなと。あとこちらね新種子島、これも同じような感じですね。で干渉する部分を回避しなきゃいけないんでね、ちょっと逃がしながらとかでこのね隙間からこういう風にね手出してズボッと刺してみたいなね、こんな感じで構えることができると。ちなみにここの部分こういう風にねなんかカパカパしますけどね、これ外れる必要性はね一切ありませんので、気になる方は接着しておいた方がいいでしょう。一応装備させるとねこういうような感じになっております。とりあえず武器の保持に関しましてはこちらはこんな感じかな。で列丸の方についている強盗ですね、そちらのですねまあ基本的な所持者っていうのはこちらね劣化武者ガンダムとなってるはずなので、こいつに取り付けましょうかと。で取り付けに関しましては基本的に同じような感覚でこちらからね取ってあげて、今使ってたピンですね、これを利用してね背中のところにブスッと差し込んであげますよと。はい、これで装備完了という感じですね。でこれ自体はここですね、劣化刀が刺さってるここではなく背中につけるのが正しいはずなんで、こういう風につけてあげれば完成と。あとはまあ基本的にねここをね抜いてあげてこっちに取り付けてあげるってね、こうしてあげる形になるのかな。はい、一応これがね装備状態で必殺爆豪派という感じかな。はい、一応ねこんな感じ。まああとはね説明書にもねあった通りいろいろですね、今ここのちょうど間に通してるんでね、これをやめてねこちら側から出すようにすると肩アーマー自体もちょっとフリーになるんでね、その状態で動かしてあげればさらにね動かしやすいと思いますけど、まあとりあえずね装備させるとこんな感じになっておりましたよと。では鎧の方をねちょっと解体してね台座形態やっていきたいと思いますよと。で台座形態にするためには鎧をね一回全部外さなきゃいけないんで全部外しましょうと。で外す時にはまあ先ほどもね言った通りこちらですね、横のパーツ外さないで上に持ち上げてあげればね簡単にね脱着できるという感じですね。まあちょっと古いんでね噛み込んでしまうと下手するとね軸自体が完全に摩耗してしまいますんで、十分気をつけながらね外すと。であと今回ここね隙間ができたりとかしてるのはまあ完全に劣化してね浮いてしまってるんで、気になる部分はちょっと接着とかねした方がいいと思いますが、とりあえず今これでねこちらの肩パーツというかねこの辺が外れましたと。であと足パーツも同様に外して胸部アーマーですね、こちらも取ってあげると。これでね準備できましたので、
あとは鎧の方ね、組み合わせていきますよと。鎧に関しては、こちらね、背中のパーツを横ですね。ここのところにあるピンと、胸部アーマーのね、ここのところのピンをつなぐように、こちらのですね、脚部パーツを使うと。とりあえず、こちらのパーツですね。これをここに入れます。で、真ん中のところに、こいつを入れて、で、うまくはまりましたら、こいつを使ってさらに連結していきますよと。で、見ていただくと分かると思いますけど、ここですね、中空になってるんで、変な力かけるとね、ここの板部分がバキッといくんでね、十分気をつけながらね、ここのところを接続してあげると。で、あとこいつをグッと下げると。さらにこいつも下げてあげて、ここにちょろんと出てる軸ですね。ここの部分と兜にある受け部分ですね。これをつなぐことによって、これでね、台座形態になりましたと。一応、劣化武者ガンダム本体と、薙刀、武器関係。こういう状態にできるのと、あとは、これでね、まとめることができるんで、軽装形態でも鎧がね、その辺にね、バラバラになってぶん投げてあるっていう状態じゃなく、一つのね、まとめ方ができると。で、これ自体も鎧がね、一気になくなるんで、扱いやすくなると思いますんでね、この状態で動かすのも全然問題ないと思いますね。はい。とりあえず、劣化武者ガンダムとしては、こらなし。では最後にこちらの鎧をですね、こちらの列丸の方につけていきたいと思います。で、列丸にね、取り付けるときにはこちらのね、頭のこの飾りですね、これを外します。で、外し終わりましたら、あとはこいつに対してこれをつけるだけと。肩についているこちらのね、肩アーマーといいますかね、こちらはそのまま残しの状態で、あとはこいつを着せていくだけですと。とりあえずここね、外すときも気をつけなきゃパキッといくんで気をつけましょうと。とりあえず準備できましたら、あとはここにね、履かせていきますよと。かなりぶっかぶかですけどね。まあ、それはしょうがないですけどね。一応こういう風に入れてあげる。胸部アーマーも入れましょう。で、顎が当たったりとかするんでね、ちょっと逃がしながら入れつつ、背中に組みつけて、これ下げて、最後に兜をね、取り付けてあげると。こうすると、列丸の方にね、鎧をつけることができたと。で、まあ、ギミックとしては基本的に同じなのでね、そのまんま、ブカブカの強盗をつけることもできるんでね、こんな感じでまとめることができますよと。こちらの、本来のね、持ち主と比べてね、まあ、若干幼い感じがするかなと。で、マスクパーツ外してね、よく言うガンダムフェイスじゃない状態でもできるんでね、そちらの状態の方が、まあ、可愛くまとめることができるかなと。で、頭にね、こういう風にね、穴があるんで、逆にこいつをね、つけておくことも可能なんでね、まあ、こんな感じで移植してみるっていうのもありかなとは思いますけどね。こんな感じでね、親子で連動させることができるっていうギミックはね、なかなか面白いと思いますね。はい。まあ、とりあえずこちらに関しましてはね、列丸本体だけでもいいですけどね、やはり劣化武者ガンダムとね、組み合わせてね、親子で共演させるというかね、この形が一番ね、まとまりがいいと思いますんでね。まあ、こちら持ってる人はこっちも買って、逆にこっち持ってる人はこっちも買ってみたいなね、揃えてね、楽しんでいただければと思います。はい。ということで今回ですね、SD ガンダムフォース、武者列伝ブカブカ編、こちらの中からですね、劣化武者ガンダム、こちらの軽装形態での可動範囲、それから鎧を組み付けて、それからね、武器の保持とか鎧の台座形態、そして列丸への組み付けですね、そちらをやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回は今のところ何をするか決めておりませんので、何かしらね、公開しますので見ていただければと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。